ジャスんかです。今回は魔王オ使ってドミネーションやっていきたいと思います。こちらね、FMJ のアタッチメントをつけて、今回はやっていくんですけれども、この FMJ がね、このブラボーでまあ抜けるのかな、倒せるのかなというね、チャレンジもやっていか、かなと思いますが。や、べ、まさかのスタンかよ。よしよしよし、ここでちょっと頑張ち。きたー、オッケー。 おっと、怖,怖,怖い、怖い、怖い、怖い。上、上、上、上。大丈夫いけんじゃねこれ。いけんじゃねよしよし、行こう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 。オッケー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 。いやー、くそ、こことか行けたかったのになー。来てますね、敵が。ちょっと待ってよ。ここで私の出番。貫通とか関係ないよね、これ。おっと、怖い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 。パス、パス、パス。ちょっと回復までって言いたかったけど、ただの身代わりになっちゃったんだけど。<laughs> いやあ、こっち右から来てますね、敵さん。さあ、一人やってきてますけれども、その人に殺されることなく殺すことをちょっとね、今回考えながらやってますけれども、こっち側から行けるかなまあまあ、ここで角待ちはさすがにしてないでしょ。よし、ここで、裏取りしましょうかね。さあ、来るかな来ない。ってことは裏、裏取れましたね、これ。さあ1、一人はい、二人えー、3人目見てた。しかも <laughs>、 しかもそれかい。管があそこから撃ってくる。マジか。ブラボーいけるここ見とこうか。ブラボーのやっぱね、重要なポイントはここですからね。ここからくるっと待ってヒュッて入られたら、一瞬で裏取りされちゃうので、そこをね、普通に正面から来ちゃったよ。マジか。あ、ミスった。ちょっと待ってよ。待ってよ。あれはやばい。逃げろ。逃げろ。空爆だ。よーし。 ブラボー取られちゃっったたけどままあまあいいでしょう1人入った貫通キルはねちょっと難しいんでここのねいやここの貫通キルって意外といけそうでしょ意外といけそうでダメージ判定も入るんだけどあれただ単にヒット判定出てるだけなんだよねあれでね多分10発以上当てないと死なないっぽいんですよねそこがちょっと難しくって 僕はねちょっと断念したんですけど何回かやったんだけど1回も殺せることがなかったんだよねあそこだからもう魔の魔の何だろうね貫通ポジ貫通ポジというか貫通場所ですから当たらん当たらんさあここらへんで1つ2ついいっすね3つ4つえーいけないか出たヘッドショット判定絶対あれでしょ あまたあまたよしよしおっと危ないオッケーオッケー大丈夫オッケー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 なんとかおーい <laughs> なんか走ってきたぞおーまたまためんどいのが出たなナイスナイス味方さん頑張れちょっと自分にじゃあちょっと行くようにほらほら俺追ってこいよしよしいい協力関係が築けましたかね危ないなあ おい、ちょっと味方やばいそれはそれはさすがによしいいぞよし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 いい感じ素晴らしいねちょっと前線上げれたんじゃない自分いいぞいいぞこれやべやべやべ逃げようついうわマジか横か管のこの脅威が半端ないねまあでもうまいことできてる さあ来い分かってんだぞ来ることぐらい来いよあっこっちじゃなかったマジかほらー何生き生きとしてんだよやべやべやべよしよしいいぞ三田さん助かるわ助かりますわオッケーオッケーここで怖い怖いよしよしオッケーイこれ最前線で張る張る男あっ待って待って待って,待ってわー来い怖い怖い怖い マジブラボーまた入られてんのこれオッケー、危なっ意外と入ってくるねあの人怖いわやっぱリッパーはね一番怖いですからねてかここ貫通できひんのかいマジかおー、マジかリロードができなかったリッパーとかねここだとね怖いんですよねあれブラボーの中入ってるとてかここさ貫通できんかったらこの FMJ って何の意味があるんよってなりますよね FMJ やっぱね、もうちょっと強化してもいいんじゃないかなって思いますよね。この2017年もサポートしますよっていう風に歌ってたね。この BO3。この FMJ を改良して、もうちょっと貫通できるようにしてくれたらまたゲームの面白みが変わるんですけれどもね。 うん、ギリ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 というかまあいい調整してくれたらいいんですけれどもまあここを貫通しまくれるようにしちゃったらちょっとねあのー、あれなんですけどまあここはここでちょっと鉄っぽいからいいんだけどここのねがれきぐらいはちょっとねあの貫通ポジションとしてねちょっと置いといてくれた方がいいですねさあさあさあおお <laughs> もうあの人さあ <laughs> 予測してんじゃん怖っ いや僕もね、凸大好きだからさ、そういう風にに凸っちゃうけど、あー怖いね、本当に。いや最近ね、怖いことがあったんですよ、僕もね。いやー、恐ろしい。恐ろしいですよ。新品のものを買ったのに、なんか不具合があったり、まあ僕の場合はヘッドホンを、ね、新品で買ったんですよ。ヘッドホンを新品で買いました。でね、あのー、ヘッドホン別に聞いててもまあ問題ないなって思ってね、こちらちらっとこう見てたらね、 あれって思って2箇所ぐらい塗装ハゲがあるわけなんですよ、そのヘッドホンめちゃくちゃねまあ,あの綺麗なヘッドホンでね、まあ、なんせちょっと高いものだったのであの色合いっていうかまあ、アルミなんですよね、そのねアルミハウジングにこう塗装されてるという感じでねかなりねなんだろうヘッドホンの中でも綺麗な部類綺麗な部類というかまたあれなんだけど。 なんでまあ綺麗な部類ですし高い部類のヘッドホンなんですよねだからあのー、僕はね結構吟味して買ったんですよそのヘッドホンどんな音がしてるのかなとかってまあたまたま安かったんでねそのセールがあって半額だったんですよ通常の販売価格よりも半額で買えたのであちょうどいいじゃんって思ってね買ったらねまあそんなことが起きてしまったわけですよね塗装ハゲっていうしかもまあそこでね別にまあ塗装ハゲぐらいっていう感じだと思うんですけどそのね 額が額1000円2000円ではなくてね10万超えてくるあたりの、ね、ヘッドホンだったのでねちょっとね塗装ハげでうんうんまあこれぐらいしかたないよねっていう風なところでするできる <laughs> ヘッドホンじゃなかったっていうところもねちょっと大きいんですけどやっぱねダメだよねちゃんとした品質で打ってくれないってああ <laughs> こいつ <laughs> こいつ <laughs> やった てくれんな本当にまあねそういう風なところでね僕はねあのいっぱい食わされたわけですけれども本当に,いや、まあ、にメイド・イン・ジャパンじゃないんでまあそこら辺、ちょっっとねやっぱジャパンクオリティじゃないからしょうが,しょうがなくないんだよな、本当しかも全世界777本しかないそのね限定生産モデルですよ。 限定生産って歌っときながら、限定生産の777台も品質管理できないってどういうことやってるよ、ふうな。ね、怒りに包まれながらね、僕はね、あのー、ばあちゃん家に行ったわけですよ。<laughs> まあ、そんな感じなんですけどね。ほんと、それだったり、あとはヘッドホンアンプ、中古のやつですけどね、中古のやつ買ったら、なんかこう、なんだろうな、ヘッドホンを挿して、そのアンプで使う分には問題ないんだけど、そのアンプから出る、また違うね、赤白端子でまた音が出せるんですけど、 それで音を聞こうとするとあら不思議バチ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 ノイズが入るってノイズどころの話じゃないんですけどね本当になんかショートした感じの音が鳴ってたんでねマジびっくりしましたよヘッドホンやっててぶっ壊れるかと思いましたもん本当にバチバチと書いてね、まあ、そういうことになったりとかってねね本当に、ね、運がないんですよそういう,そうい,うというか怖い体験ですよね本当にもうね、まあ、やっぱり皆さん普通はね新品のヘッドホンはさすがにちょっと うんあのー、保証とかがまあ全然生きてたので問題なかったんですけどやっぱ新品の保証はまあそれはそうなんだけどそのね3桁もいけないところでねそういう風な管理してくるんでね何だろう新品で物を買うってことにね例えばあのめちゃくちゃ信頼を置いてる人ってまあ結構いらっしゃるじゃないですかやっぱり保証期間が長かったりするとねもし,かしたもしかして何かがあった時にこうね役立つと言いますか何かあった時にこうね保証が受けられるっていうのは大きいと思うんです。 だけど意外とよく壊れるよっていう感じですねだからもう僕はね新品だろうが中古だろうがあんまり変わらないかなと思いながらね あの見てるんですよね、ものを買うときていうのは、そんなになんか新品じゃないと絶対って感じもないんで、僕はね、まあ、でもそれ以外にもいろいろあるけどねあの、例えば中古のものだったら、やっぱ人が1回触れてるからみたいなそういう観点もあると思うんですけど、僕はね、あの人がどんだけ触れてようがね、目に見えなかったら問題ないっていう感じでね、あのそういうふうな簡単な線引きで見てるんでね、特になんか、なんだろうな、人が触ってどうこうのもので、なんか問題起こったことはないんですけど、あんまりね。 うん新品はなんか本当にね、僕、運がないんですよね、本当、新品で買ったぞって思ったものはね、まあ、壊れたりするわけですよ、僕の買ってきた新品の中でね、まあね、一番困ったのはね、某 A 社のね、の USB ハブなんてねあの、僕の10万円以上するヘッドホンアンプ、ぶっ壊されましたからねその、それにつないだら、それにつないだらもう、 その USB 端子からもう、USB 端子がもうぶっ壊れちゃって、あの、ショートかなんかわかんないんですけど、しちゃって、もう認識しなくなっちゃったんですよ。どの USB 端子でも。それまではちゃんとね、あの、使えてたのに、それ変えた瞬間ですよ。で、それで、そのハブ自体も、他の USB も認識しないし、なんだこりゃってなってね、一回ね、交換したんだけど、あれもうな、嫌だったな、ほんあれが一番不幸な新品購入のあれですけど、それがまあ、大体保証で直したりとか、交換したりだとかしてるんで、問題ないんですけどね。 うーんまあ、で,でもね、僕がこう中古大好き、僕がね買ってまあ絶対新品で買わなくちゃいけないものはねマウスは絶対そうですよ。あのマウスはね、絶対中古はだめです。あれはね、保証は結構長いのであのー、いいと思うんですけど僕、3回ぐらい <laughs>。 3回ぐらいね、某、ロー、ローじゃエル L、L 社のね、あのー、マウス交換してるんで、あのー、なんかね、サイドボタンが、ボタン系が弱いんだよね、やっぱマウス。ボタン系が弱かったんで、そこら辺ボタンでね、こう、コロコロ壊れてたんで、そこら辺ちょっとね、注意しなくちゃいけないんですけど、怖っ。ちょ待って、やばくないこれ。後ろ、後ろ、後ろ。あぶね。おい、誰か、誰か、誰か。おい、ナイスナイス、あぶねえ。あぶねえ、今の。ちょ待って、待って、待って、待って,て,て、入れ、入れ。とりあえず入れ、とりあえず入ってから考えろ。 とりあえず入ってから考えるんだいやーもう一回頑張れ頑張れ頑張れあーやばいぞこれがこれやばいぞブラボーがやばいブラボーやばいぞこれ,これこれこれ,やばいこ,れやばいこ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 れやばいあやべえ死んでもたこんなところでやっべえこれちょっと待って待って待って,待ってあーこれはやばいですね間に合うかな間に合うかなこれちょっと待って待ってうわちょっと待ってなんでここで2回も死ぬんだーこれはー <laughs> 1本取られましたね <laughs> はいというわけで今回はまあ結構な接戦でしたけど頑張ったねうちのチームね。 こだだけ取っってるんだもんもよく頑張った本当にね、みんなよく頑張りましたよ。敵のチームと比べたら圧倒的に取ってますからね、みんな7回旗を。いいですね、7と4っていう、<laughs> なんか統一感がなんかあるようでないような感じでね、みんな、<laughs> みんななかなか頑張ってくれました。はい、というわけで今回はこんな感じでドミネーションを、えー、終わりたいと思いますけど、まあね、ものはね、本当運ですからね、新品だろうと中古だろうと壊れるものは壊れるっていうことですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。 それでは次回もかかってこーい